こんにちは、近藤からです。今日はですね、名古屋のスペードボックスに来ております。モズクという僕がやっているユニットの、ワンマンライブがあるので、今ね、リハ終わって楽屋で、待機しております。あと5分で本番でございますが、いろいろね、機材とかその辺の紹介もね、この動画でしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。わかりました。するときは、過去の動画でも言いましたけども、基本6弦と5弦だけを緩めて、置いとくことにしています。これはこれが正しいっていう、誰が正しいっていう言い方って、なかなか答えはないと思うんですけど、もうマイブーム的なというか、今こうしている。昔はね、全部ダランダランに緩めてたりとかしてましたし、緩めるのは逆に良くないみたいな時期もあったんですけど、よろしくお願いします。あ、昼間から来てくださったの、ありがとうございきました。いつもギリギリの瀬戸りでございます。終わりました。はい、終わりました。楽しかったですね。やっぱりステージは楽しいですね。はい、沢井さんもありがとうございます。最高でした。ありがとうございました。夜もよろしくね。お願いします。はい。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なくしてたかのようにからぐめっちゃ辛いからぐめです。今日辛くないですか、これ。